ハウリングやばくない？これ危険だと思うよ。なんあれかでも一番からなん聞か見こたえよね。ねえ、まなもんなくか。ゲームスタートです。身分を確認してください。まあ、嵐だったらみんなでマスター取って世の中で問題ない人でゲームしたらいいんじゃない？問題ない人よがくわか聞きればまいいしだけだた。から。目を閉じてください。変わってる人、でも別に荒らしてなければいいんだよ。荒らしは問題だけど、変わってる人は変わってるだけだから。別に。荒らしじゃなきゃいいんだよ。変わってる人は。戦ったことがある人とか、要はちゃんとやれる人かどうか見極めればいいだけだから、こういうゲームっていうか、そもそもゲームは成り立たないかもね。ハイソンだ、ハイソンだってなりそうだけど。まあ俺、狼だったら敗損するけどね。明日、狼もいるからね。狼でやる気ない人はね、速攻で終わってくれるけど。な。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。6番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。村人陣営です。まあ、トップバッターあんまり、ね、苦手なんでね、この位置だから結構めんどくさいなと思ってます。そうだな、進行論は、まあ、自由にやったらいいんじゃないのかなと思ってます。村人だけ考えてって感じ。村は落ち度を作らないことが大切かなと思っております。まあ、自分の持論で言うと、思ったことを言いたいなと思ってます。はい、そんな感じですかね、現状は。はい。7番のプレイヤーはは発言して発く言だしてさい。ください。はい、おはようございます。占い師です。で、5番さんランダムで白出ました。5番さんランダムで白出ました。ハークお願いします。で、まあ、6番さんにちょっと触れるとしたら、別に特に色落ちもなしないかなっていう、なんかその、特別おかしいこと言ってる感じでもなかったんで。で、2週目生きてたら、個人的には3番さん占いたいかなと思います。はい。印象が黒いんで3番さん占いたいです。ゲーム的には知りません。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、7番、3番なさそうだなっていうね。そんなベタベタなこと言わないと思うから、本当に色が知らなくて占いたいのかって感じで、7、3でそんなことやってたら、新占い占いそうだからね。7、3ってのはないんだろうね。っていう発言から。7、6はわかんないけど、6番は、それは確かにそれしか言えないやろねって7番視点。なんか言いたいことを言う。それしか言ってないだけだからね。まあ、そこに黒要素があるか白要素があるかと言われるとわからないんで。じゃあ6番が2周目にどういう言いたいことを言うのか、っていうことで白黒判別するしかないんでね。っていうことかなっていう思ってますよ。7、3はなさそうで、7、6とかはわかりません。はい。7番新世界もあります。以上です。9番のプレイヤーはは発言し発て言くしだてさくい。ださはい。い。霊能でした。8番が7、3がない。で、まあ、7、6は分かんなくて、まあ、7が真の可能性もあるよねって話をしてたんですけど、まあ、なんか7、狼軸の話しかなかったんで、別に7、狂人も俺あると思ってるんですよ。俺はね。7番が、まあ、真か狼か、まあ、狂人の可能性もある中で、まあ、8番が7番が、まあ、二星だった場合は狼で、なんか6と、ある可能性があって、まあ、3番はわかんない、3番ないかって言ってたんだけど、なんか7狼見えてるかわかんないけど、なんかまあ7番を進路でしか見てないのがなんでなのかなと思いましたね。はい。まあそれだけです。まあ2周目でいいと思います。霊能でした。はい。1番のプレイヤーは発言して発く言だしてさくい。ださい。はい、使用します。6番さん、ランダムで白、6番さん、ランダムで白、枠お願いします。はい、6、7番さん、6、7、8番、9番の発言聞いて、なんか、まあ、7番さんも俺からしたら黒なので、まあ、そこはもう釣ってください、お願いします。なんか、7番さんも6番さんに対しての印象はあまりはっきり言ってなかったっていうのもあるんですけど、まあ、それはしょうがないよね。まあ、8番さんが、まあ、7番さんと3番さん、ライン引くならないと、まあそこはまあ7番さんはもう多分あれネタだと思うので、はい。
9番さんが霊能力者ですね。まあなんか9人村よくわかんないんですけど、なんかちょっと教えてもらいたいですね。まだ自分素人なので、はい。まあ特に今のところ LINE はないかなって思いますね。はい、以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい、71占い師把握しましたっていうところですね。はい、で、まあ、ちょっと気になったんだけど、なんか7番さんが、占い師です。で、5番さん白みたいな感じで、あれなんでそこで1個、ワン呼吸入るかなっていうふうに思ったんだけど、結構7番さんでっていうことを使ってるから、まあ、そういう人なんだなってことで、一応そこは、なんていうのかな、なんていうんですかね、マイナスというか、まあ、そこも含めての精査をしてかなきゃダメなんだなっていうふうに思いましたって感じですかね。はい。で、1番さんが7番さんに対して、狼だっつっていうふうに言ったんですけど、それはなんか、狂人を見ないような理由とかなんかあるんですかっていうところは、ちょっと1番さんに気になりましたっていうところですね。はい。まあ、あと6、8に関しては、うん、ようわからんというような感じです。はい、以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、3番です。お願いします。2番さんに言うとさ、1番さんが7番さんを狼に見たのって、まあ、俺の解釈だけど、7番がさ、俺がさ、もう、なんか目立て黒いんでしょ。狂人だったらそういうこと言わなくない？だって俺来るかもしんないじゃん。と、俺は思いました。ということで、7番メタなんで、はい、ブロック通報します、あなた。で、7番に移籍決め打ちます。で、1番さん、7番メタって言うんだったら、あなたも初心者メタやめた方がいいですよ。はい。ということなんで、2番白、6番白、8番がわからない。7番が偽。9番も例の確定でいいよ。はい。ちょっと4番さんの話わかんないけど、まあ、釣り位置は、とりあえず現状は8番。以上。4番のプレイヤーは発言してください。ね、言うか言わんか迷ったんけどさ、普通に、あ、しようないです。3番さん入ってきた時とか3番さんが喋っとった時ってめちゃくちゃハウリングすごかったやん。普通に、言わんとこうと思ってんけど。これで4番の発言がなんて言うかとかさ、意味わからへんと思って、普通3番釣りたいねんけど。3番が村でもさ、人外でもさ、なんか誰かしらの加担してるくない？だってあんたハウリング、なんかめちゃくちゃハウリングしょったで。喋ってるとき、3番さん。喋ったら何言ってるかわからへんし。ほんまゲームにならへんから、人狼負けでいいんじゃないの？じゃあ3番が加担してないとこ勝ちでいいわ。3番が人外勝ちなんやったら人外勝ちじゃない方がいいわ。よろ。5番のプレイヤーは発言してください。はい、村人陣営です。まあ今の4番の発言を聞くんだったら4番釣りかなと思ってるかな。4番が村人陣営でそれを言ってた場合、目的を見失ってると思う。4番が今その発言をしてる。人狼でも村でもとりあえず釣るは精査じゃない。で、ゲームをしてないのは4番。それゆえ、ただ俺4番がブラフで言ってる可能性もあるから、そのブラフに乗っかってるやつも、人狼としては、濃厚になるから、6の発言も要重視かなと思ってるから。うん。ぐらいかな。3番に関しては多分おそらく、俺には3番の意図が読めるから、おそらくあれなんだろうなっていう構図があるから。で、4番はそこの3番の意図がわからないってことでしょ。6番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。そうですね、現状4釣りでいいと思って、4に関しては2周目まともに飲めなかったわけじゃん。それぐらいから。で、占い主義に関してなんだけど、一番視点で真っ白もらってるけど、7が、8に、7、ん ?8 が7の触れ方ってどう思ったんかなと思った。そこの発言なかったんでね。8は7を信じんじゃない、信じ回るんじゃない、ん ?3 番さんが騎士ね。はい。で、なってたから、そこに関してはどういうふうに見てたのかなって、LINE 的にって感じかな。で、7が3に対して占いたいとか、その辺の発言に関しては、よく知らないけど、自分は。入ったばっかだから。それぐらいかな。
になったところはね、2番視点がなんだっけ、1番の、そのなんだっけか、何かわかんないです。いや、現状、別に8視点が言ってることっていうのもよくわからんけど、1もよくわからんって感じなんで。とりあえず、俺は、情報釣りであれば4釣りたいと思っているかな、現状の発言だと。それぐらいです、ね。占い審議に関しては正直どっちもどっちかなと思ってます。正直どっちが死んだかわかりません、まだ現状は。感じかな。それぐらいかな。まあ、5番がすごいマット位置に効いてるから、5、7はないのかなと思っちゃうかな。7、6軸だった場合っていうのが、感じ。ぐらいですね、しょって言えること。7番。のプレイヤーは発言してください。まあ、まず当たり前のことなんですけど、自分目線1が巨人は人狼 で、2番さんがなんか僕のことを雑に叩きつつ、なんか認知のライン切ってきたのが、まあ、ちょっと気になるかなって感じで、なんかその、5番さん、6番さん、4番さんに投票を入れるみたいな流れになってるんですけど、4番さんの発言からして、なんか、人狼支援の負けでいいんじゃないですかって、もうめたいこと、めっちゃめたいけど、まあ、僕もめたいんで、人のこと言えないんですけど、正直4番さん、黒はないんじゃないかなって、個人的に思ってて。勝ちたいなら4番さん釣るのはどうなんだろうって感じなんで、僕は1番さんがいいんじゃないかなと思います。でも、ちょっと、それでも4番さん釣らなきゃいけない理由が、ちょっとまだ僕には把握しきれてないんで、ちょっとわからないですけど。なんで、ちょっと個人的には1番さん釣ってほしいなって思ってます。はい。4番さん以前に1番さん釣ってほしいなって思います。はい。でもそっか。まだ71の審議がつかないんだったら4でもいいかもしれないです。はい。以上です。8番のプレイヤーは、発言してください。7って5セロじゃなくて維持しろなの？え？ 1 番じゃなくて4番じゃなかったら2番か8番釣ったらいいじゃん。あなたが占ったらいいじゃん。残りを。6番怪しかったら6番っていう。その4番の発言って普通に考えて釣るやつって何考えてんだろうと思うよ。6点だったら2番しかねえだろうよ。8番最次郎、4番はメタでしろ。だったら2番しかねえだろ、色味。2釣りしかねえだろ、まず。2番釣って4白を切れて やって勝てばいいだろう。で、7と1の審議。2番の色が白だったら囲いだった。じゃあ5、6の審議つければいいじゃん。7番って本当に勝つ気あんの？グレーの審議しないで。4釣らなかったら、じゃあ、1番を強靭ってこと、7が1白だろ。俺5白と勘違いしたんだけど。だったら別に2、5の欄でいいでしょ。あの4番見て釣るやつがどうかしてるよ、5番とか。5、2の欄でいいでしょ。7が5白じゃないの？うん。9番のプレイヤーは発言してください。7、5白で、1、6白で、だから今日1と7と5と6と3と俺以外、だからまあ簡単に言えば2番と4番と8番どっかから釣ってください。うん、それでいいと思います。1は、7は1白じゃないです。7、5白であってます。8番の解釈であってるんで。まあだから2か4か8、どっか投票でいいと思いますよ。さんまさんはなんか1、新決め打ち、7、2世、決め打ちか。7、2世決め打ち、1、新決め打ちって言ったけど。まあ、5円も任せます。3番のセンスで。はい。まあ、俺残っ、明日も俺生きてたら頑張るけど、まあ今日はとりあえず2か4か8。俺死んでたらもう関係ないんで。はい。さんまさんが俺守るかはセンスに任せるけど、さんまが死んだと思わないし、守って、そいつが人外で俺が噛まれても、まあまあ、それはしょうがない。それも3番のセンスだったって話だから。はい。2か4か8行きましょう。1番のプレイヤーは発言してください。みんな2か4か、4か8みたいな感じで言ってるんだけど、もう俺からしたらもう7番さんを本当に釣ってほしいから、もうそれで勝ちだと思うので、もう絶対それで勝ちなので、ちょっとお願いします、本当に。まあなんか4番、まあそのみんなが言ってるとき4番さんが言ってることがよくわからないから、もうなんか4番釣りでもいいと思うけど、なんか、普通に勝ちたいなら、なんかもう、7番さんを釣ってほしいですね。はい。で、9番さんのその発言もよくわからなかったし、なんかその6番さんも俺にあんまり触れなかったこともなんかちょっとおかしいなと思って。しかしたらもう、7、4でもあるんじゃない？わかんないけど。はい。じゃ次に回します。7番さん釣りでお願いします。今日は、本当にお願いします。2番のプレイヤーは発言してください。なんか俺も途中まで4番釣ろっかなって思ったんだけど、まあ4番はただ単に感情的になってるだけだろうっていうような感じするんだよね、うん、4番さんに言っとくと、あまり感情的になっても逆に
あの陣内有利だから、だから村だったらなんか感情で物事を考えるんじゃなくて、あのもうちょっと理性で物を考えてくださいって感じする。で、8番さんが2号、要はなんか色味で2号ついたいっていうふうに言ったんだけど、まあ俺釣るのは100歩いいとして、5番ってだって片白なわけよ。うん、そこさ、なんていうんかな、何の根拠もなくさ、釣れるわけないじゃん。それでなんか2号って乱しておかしいよ。それだったら2、8であなたがちゃんと出すべきだと思うよ。うん、ってことで俺、8番めっちゃついたいんだけどって感じ。うん、8番しかないって感じ。まあもう2、8も乱でいいです。2、8も乱で。はい。ってことで、8番いきたいです。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いや、まあ9番さんの霊能が、2、4、8の乱にしてるんで、俺も本当は7番釣りたいよ、1番。それのが一番わかりやすいんだけど、まあ、霊能さんが、普通にグレー行きましょうっていう2、1番目で。なんで、まあそこは従いましょう。で、2番はもう白でいいっすよ。はい。自分ランテージに。あとはね、8番ヒロちゃんさ、相変わらず話がわかりづれえよ。はい。わかりやすく喋ってもらってね。なんで、今日は4番さん釣りますよ。ちょっと4番さんさ、もうやめた方がいいよ。その、ゲームならん、あんたは。はい。ということで、4釣り。9番守ります。4番のプレイヤーは発言してください。ゲームにならへんのはそっちなんだ。3番がさ、なんかさ、ゲーム始まる前にハウリングめちゃくちゃしとったからさ、気になっとってん、私から始まればいいなと思っとってん、発言が。けどこの人はこんなことばっかりやってっから、蹴られてんだよ。この人を来た瞬間に蹴ってる、まあ、一定のマスターがいるのは、一言言う、めんどくさい女性だから。2番もさ、なんか、自分で考えなきゃ。私が村やったら理性的になれみたいな言っとったけどさ、村やったら、なんか、村やったらどうかしろみたいに言っとったけど、私からしたら、にずりだよ。村か狼かも分からへんねん。にずりだよ。あっちの人は、7番の1強人で1白かと誤認してる人だから、とりあえず2番釣って、だから4の人は、精査は、みたいな。いや、どっちの占い師もひどいぞ、この17の占い師。マジでひどいぞ。グレー精査なくて対抗だけ釣ってくださいって。発言してください。はい。コインもったいないんで、まあ、追加しないで喋るんですけど。2番が人狼だったときに、わざわざ8番とランデージしてくださいって言って、9番の霊能が2、4、8のランって言っている状況下で、要は自身が釣られる確率って、3分の1じゃないですか。それをわざわざ 50% に上げる2番が人狼像に俺はあまり見えていないので、なので、2、4、8に行くんだったら4かなってやっぱ思ってます。人狼を狙いに行くなら。で、8番の考察の観点が7に対しての内容っていうのが、まあ、合点がいく部分かなと思ってるので、まあ、どちらかといえば、人狼というよりは、にずりでいいよ。で、僕は取った側の人間です。4番は、陣外でそれやってんならやばいってレベルだから、そんなことしてたらいろんな人から蹴られんだろうねっていう。ゲームとして黙ってなきゃいけないことをペラ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 お話しする女性なんだろうね。だから蹴られんだろうね、この人一定数から。入ってきて蹴られるの見たことあるでしょ。こういう風に空気読めない女性なんだろうね。みんなが一応ゲームしてんのにハウリングだあだこうだって言ってゲームの流れ止めちゃうでしょ。ハウリングだとしてもいやゲーム やってあげればいいじゃん。2番しかないだろ。2番一択だろ。2番のプレイヤーは7と1のシーンもほんとひどいよな。4番さんさ、村だったらさ、あの感情的になるのほんとやめてくれないかなっていうふうに思うんだけど、うん、それ全く村いないからね。あ、恋かもしれないけど、あの陣外でやってるんだったら全然あの荒らしてもらって、陣外でやってるんだったらやばいと思うわ。それ意味ないからって言っとく、うん、陣外でやってるんだったらやばいと思うから、なんかたまに蹴られんの見かけるけど、思うかなって、こういうことなんだろうね。歩くだけだからまあいいんだけど、俺視点。これで4番残されたとしても、あのね、なんか一定の人が蹴られて、一定のなんか川に入ってきて蹴られてることを見かけたことある。これは見えてない。うん。まあおそらく
白じゃないかなっていうふうに思うけど、ただ4白だと思うけど、それやったら人間は残せない。4が人外だったら、まあそういうことなんだろうね。以上です。いやー、マジでちゃんとゲームしてほしいよな。発言してください。そんなに感情的になってるとかさ、なんだかんだその人外やったらメタ使って勝とうとしてたら4番多分嫌われるよ。もいろんなこと考えれるんやったらさ、分かるくない？普通に私が言ってることも、それは分からへん。なんか5番から3番の言うこと全部は分かるけど、私の言ってることだけが分からへんの。2番さんってちょ意味が分からへんねんけど、私別に感情的になってるけど、なってない。普通に聞いてるやん、ちゃんと話。でこの同票でよくない？同票でいいやん。それじゃダメな。なんでそんないちいち白やと思うとか黒やと思うとかいちいち考えねえかんの？意味わからんねんけど、同票でいいやん。何言ってんの君ら、マジでマジで意味わからんから。5番も特に5番な、マジで。投票を始めてください。ここで投票って言っちゃうところの、多分ちゃんと基本になってないところも込みでたまに蹴られるんだろうね。こういうスタイルだから、ちゃんとゲームしたいマスターから蹴られたりするんだろうね。いや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 、あの4番、ちゃんとゲームやりたい場合に選ばれました。今みたいにムラりないことを無意識で言っちゃうんだろう。ムラで悪気なく言っちゃうんだろう。春の日とかは反省会で、女版ヒロちゃんってみんなから思われてるくらいなんだけど、女版ヒロちゃんになっちゃうから嫌われんだろうけど、この子は空気読めないんだよ。ちょっとムラリがないから、ちゃんとゲームしたいマスターから嫌がられんだろうね。メタの白とか関係なかったら、多分ハチが黒いね。多分ね、この村って、なんて思ったっけ、なんかね、本当に精査できない奴らとゲームすると頭痛いよな。なんか、これを落とす人たちってどういうセンスでゲームしてるの？私に言っとったやんね。でも、2番さんがさ、ジェンガやってみて、どっしんだから喋っていい？ 2 番さんがさ、村人やったら私が人狼かさ、どうか分からへんからさ、なんかそんな言わなくない、うん、だから多分ちゃんとマスターやりたいのに、うん、今みたいに同票でと言っちゃったりするとこと か、ね、それはそうって思ってんけど、私が3番にハウリングだって言っちゃう空気読めなさとか、ムラリがなさでちゃんとゲームできないと思ってるマスターが蹴られることあるんだろうね。全員からじゃないんだけど、ゲーム以外のこと言ってるから4番中で見かけるなと思って。メタっていう発言したってことは、私のこと白いって思ったってことやろ。だから釣らない。逆に私釣るの。おかしいでしょって。それが分からへん、うん。だからメタと白の要素あんだから、そこに投票できないじゃん。全部分からへん、なんか。しょうがないじゃん。これ使って勝ったらしょうがないじゃん。3番がハウリングしとった時点でこのゲームって終わりじゃないの。3番次元の負けじゃダメな。マジで分からへん。だって確実にチーミングや、こんなん。ガチで勝つの、これで。夜が来ました。目を閉じてください。ガチレってもう真がどっちか分かんないもん、もはや。どっちも対抗釣りたいしか言わないんだよ。だから4番じゃなくて2番か8番の色見した方が良かっただろう、絶対に。自分の含むランテージしたら白くなるっていう、もはやもう時代遅れも甚だし、で4番釣るっていうわけの分かんない進行を唱えて、じゃあもうこれが人狼だったらそれはさすがに嫌われんだろうねってレベルでしょ。別に諦めたらいいじゃん、もうめんどくさいじゃん、考えるのが。だって17がまともにやんないんだよ、ゲームを。これで4番するんだよ、もう17って。もうほんとゲームセンスゼロだよね。ゲームセンスあるやつ2番の色味したらいいじゃん。1番白か黒か、4番仮白置き、2番の色味、そこから弾き出せばいいじゃん、占い結果を。ゲームセンスないやつって白の可能性があるやつをするんだよね。ほんと異常だと思うよ、もうゲームセンスあるやつって。ただ2番がローとは限らないけど、俺の中で色味をするなら4番には、だから4番がローの可能性もあるよ。メタを利用するっつうが。昨夜死んだ。3番のプレイが嫌だった。4ローまであるよ、別に。3番。これは言っとけば別に。ローでやってんなら相当やばいけどね。5番のプレイヤーは発言してください。6、黒。で、1番さんは、6、黒。
1番が、ご苦労。ってことは、1が2星で16。16か。じゃあ16なんで6番釣れば終わりますね。61ロールです。で、俺強振なんで、1番が破綻です。強振太鼓います。いないですよね。だったら61ロール、確定なので、1番が破綻したんで、今日は、1番釣ってください。以上です。いないですよね。強振太鼓。俺強振なんで。なので、1番釣ってください。6番のプレイヤーは発言してください。5番さんが何言ってるかわかんない。ここで強振だからどのコーナーって。意味がわからんけどね。なんで俺目線は7黒ね。はい。で、5黒はね。はい。なんですけど、うん。4に関してはね、釣った理由に関してちゃんと理由はあるんだよね。白でも黒でもどっちも良くないのって時点で、もう人外表でしかないんだよね、もう、それこそ。うん。仮に村だとしたって、それを人外表にしかならんから。あの場合で逆に4いけなかった人の方がやべえなと俺思ったけどね、普通に考えて。なんかの。ね、4番村でも間違って制作されてたら村負けるからねって感じかな。くらいかな。この視点って俺の黒要素は何だったの？はい。それだけ強靭だから、うん、破綻してます、ね。そうです、そう、チャンヒロです。はい。それくらいかな。わざわざこの場面から強靭で出ないからね。何がそれの主要要素になったのかよくわからんだけど、はい。あとなんだっけ、7に対して、言いたかったのは、7ってなんで8言ってたの？何あるこ、あるこそ意味がわからんかったけど、8に対しての黒要素なんか上げたなって、全然言ってる意味がわからんかったけど、第1回目の投票でね。それぐらいかなぁ。7のグレーセース、全く一切してなかったからね、現状、2周目もね。はい、それで結局占い結果が出たから黒でしたって言いたいんだろうけど、はい、黒要素上げてください、じゃあ僕は。以上。7番。のプレイヤーは発言してください。僕は別に5番さんおかしいこと言ってるような印象はなかったですね。だって9番さんが霊能で4番さん白って出してて、で5番さんが強靭で対抗がいなかったってこと、5番さんほぼ真で見ていいじゃないですか。で、その5番さん真で見たら5番さんに黒出しした1番さんって黒じゃないですか。わかんない。もう村でやってるかもしれないけど。記号で終わりでいいじゃないですか。で、なんで5番さんはもう6位は。黒要素を求めてくるんだろうって。僕めっちゃ6番さんは黒い。5番強靭かもしれないけど。村で別に村でやってるかもしれないけど。それ以上に。またはローでやってるかもしれないけど、めんどくさいから6位って。1行で終わりなんで。1行きます。別に5番さんの言ってることなんかおかしいんだから。めんどくさいんで。5番さんがすっごい必要に言ってらっしゃったっすけど、なんで、1行で終わりだと。てか1行で終わりです。以上です。8番。のプレイヤーは発言してください。はい。あ、6いきますね。はい。1のチャット遅いから。はい。6番の考えが村じゃないから。はい。6いきます。はい。7、新進行取るんで。はい。それだけなんで。はい。はい。7が2番か1番に色つけてください。はい。2番が白だったら、はい。1いきます。はい。4、2番と8番の行動正しくて、4ってメタ村だと思ってるからいけないんすよ。どうしようもねえやつだなと思ってる、4番は。ゲームをぶち壊す。空気読めねえ女だと思ってるよ。だから、6番と5番がおかしいけど、6番がおかしいから、6番いきます。村だと思ってる人に投票しないんですよ。あなたが村主張するなら、2番か8番に投票してたら、あなたは村になれるんですよ。4がメタ村で、そこを黒で塗れないからって言ってる、もう人狼でしか見えないんですよ。チャットが遅いから16曲げればいいんだ、お前らは。制裁釣り。6番捨て1番。はい。9番のプレイヤーは発言してください。まあ、7が1号って言ったのが気になるんですけど、まあ、昨日時点で混戦16で見たんですけど、まあ、まあ、トントンですね、占い神経は。まあ、7も1号って言ったの変だし、1番さん昨日6番に触れてるんで、まあ、16っぽいなと思ったし、まあ、6が怪しかったし、あとは今日5が陣外注意してるんですけど、まあ、どっちも人決め打ちなんで、まあ、本気でやるんだったら5番行くけど、まあ、6いってもいいよ。っていう感じです。はい。まあ、2番さんの発言聞いていきます。これはなんか2か6どっちかに人狼がいるんじゃないかなと思って、5が巨人なんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そんな感じです。はい。まあ、ワンチャン7、5もあるかもしれないね。もしかしたら、5番が人外使用してる。まあ、ちゃんとやるなら5釣りの方がいいと思うんですけど、僕は。1番。のプレイヤーは発言してください。いや、見ても7号でしょう。
てかもう8番さんもしっかりしてほしい、マジで。しかもチャットが遅いからって言ってから、ただその1クロっていうのはおかしくないって話だけどさ、まあ、6番さんが言ってることは全然おかしくはないと思うんだけどさ、まあなんかこのやり方がどこで狂人が出てくるのか、どこで狂人を出してくるのかよくわかんないんだけど、まあ、どう見ても5と7だよね。うん。ね。で、どっちかがみんなにするってわけだから、自分はまず7番さんを釣るんですけど、はい。でも狂人でも5番さんあなた黒だからね。狂人って言っても5番さんのこと黒だから、7番さんが釣っていきたいと思います。2番のプレイヤーは発言してください。1番さん5番黒なんでしょ。だったら5番普通に釣りゃいいじゃん。なんでそこ7番に行くのって感じなんだけど、うん。そこちょっとおかしいよ。切り入って。うん、はい。ということで、6じゃないですか、うん、っていうふうには思うんだけどね。うん、はい。6じゃないですか。うん、いや普通に5を釣ればよくない、うん、そっから明日7釣ればいいっていう話だと思うんだけどな、うん、はい。まあなんか17すごいメラメラ対抗心燃やしてて、まあどっちかが死んだからそりゃそうかもしれないけど、なんかちょっとねおかしいねっていうか、そこがって感じ、うん、なんかあの死んだったら死んだしくしてほしいなっていう感じですかね。はい、以上です。投票を始めてください。はい、はい、もう録画悪いから。もう俺嫌いだから、チャットも静止も。ほらじゃないべ。いいんじゃない ?5 番が強靭ムーブしてる人狼だったらそれでいいんじゃない。はい。真面目にやんなくていいっす。俺の指示に従わないから6番制裁釣り。俺は4残せって言ったよ。でも6番が4残さないから別に、もう1番もふざけてるから別にかばう気持ちもありません。6番。ということを聞いてくれたら俺はかばってあります。発言してください。あれ?ヒロちゃんってすごすぎる?はい。ゲーム終了。はい。村人の本当に狂人だったみたいよ。異敵じゃねえかよ。あれ、なんで狂人使用するの?